沖縄で勝つ。アンディ・フンが生前修行を積んだ沖縄。沖縄はもうアンディとの思い出の地なんで、もし見ててくれるならそれに恥じない試合をしたい。鉄人の意志を継ぐグレート草津。アンディが決勝にかけた最後のままです。アンディの教えはどんなことがあっても諦めるな。今宵草津はアンディスピリッツを耐えらせる。ラティーノサイクロンファビアーノ。格闘技王国ブラジルから現れた新たな刺客。夢の K のリングでジャパニーズドリームを狙う。草津よ、アンディに勝利を捧げろ。青コーナー187センチ、 99.8キログラム、 ファビアーノ。夢の K1 初参戦、日経ブラジル3世ファビアーノ。赤コーナー181センチ、 93.7キログラム、 グレース草津。アンディと合宿した沖縄で再出発、グレート草津。ラーワン。試合開始のゴングが鳴りました。アンディとの思い出の地で復活にかけるグレート草津。赤いグローブ、青いグローブ、 K1 初参戦、ドキドキしていると話しています。胸躍るファビアーノ、まだ25歳。どちらも負けられない一戦、この試合にかけている両者です。谷川さん、ファビアーノ、はい、大抜擢ですね。そうですね、はい、まあ、本当にもともとですね、総合の選手でもあり、まあ、キックの試合を去年何戦か積んでて、まあ、本当に全然負けなしということで、はい、ぜひ K1 のレンジで一度上がってもらおうということで、はい、今回出てもらったんですけど、楽しいですよね。そうですね、この青いグローブファビアーノ、昨年はキックボクシングの大会4戦4勝、うん、2つのノックアウト勝ちがあります。全勝で飾り、 K1 行きの切符を手にしました。対するグレート草津、9ヶ月ぶりのリング。さあ、マグデッタグレート草津、いい右入りましたね。はい、はい、草津選手久しぶりなんですけどね、まあ、本当にここのところ戦績があまり良くなかったので、もう後がないという気持ちでですね、今日は来てると思うんですよ。そうなんです、はい、1年半勝利から遠ざかっています、このグレート草津。さあ、アッパーから右、グレート草津動きはいいですよね、久々の試合ということで。関根さん、はい、草津はこれまで一発で終わってしまう続いての攻撃、はい、これがなかなか、右のミドルが決まりました。ファビアーノ、いいミドルでしたね。会場がどよめきました。これを機に前に出ていくファビアーノ。関根さん、草津はこの連続攻撃、はい、足を止めない、この攻撃ですね、はい、そうですね。あとバックハンドブロー、ちょっとね、見ちゃうところがあるんでね、そういうのなしでね、もうボンボンね、行ってほしいですよね。はい、これまでの草津、気合が空回り、どうも攻めが単調になるところがありました。はい、しかしこの試合にかけています、グレート草津。さあ、右のハイキック、いいですね。ワンツー、連続攻撃。さあ、課題の連続攻撃、前に出る、パンチがいいですね。前へ出ようという心が見られますね、グレート草津。もう自分のペースにもう持っていかないとダメですよね。はい、さあ、このファビアーノ、夢にまで見た K1 のリング。まあ本当にですね、昨年末ですね、アレクセイ・フナショフとか、はい、そういう選手の総合のスパーリングパートナーとしてずっとやってたんですね。仲良しの選手や、はい、で双子の兄弟がいまして、はい、兄弟とも本当にですね、甘いマスクで、はい、まあ、総合の実力かなりのもんなんですよね。総合の試合ではまだリングに上がったことがないというこのファビアーノなんですが、このファビアーノは言います、 K1 のリングならば立ち技であろうと寝技であろうとどんどんリングに上がりたいと話しているこのファビアーノ。まだ25歳、左のミドルを放っていきました。ファビアーノ、まだリングにデビューしてから1年3ヶ月しか経っていない選手です。後ろ回し蹴り、アンディ譲りの後ろ回し蹴り、もう一発出た、後ろ回し蹴り、アンディ譲りの決まりました。溝打ちに綺麗にかかとが入っちゃったんでしょうね。